あ、目つつつ気持ちよさそうにしてるみたいな。あ、気持ちよさそうにしとるじゃん。え、すごい気持ちよさそうにしとる。では今日は、また空とロゼの爪切りをやっていきたいと思います。爪切りとブラッシング。そうだね、前回はブラッシングえらいロゼが嫌がってたけど、もしかしたらその時がねたまたま嫌なだけだったのかもしんないし、でも元はだって一時はえらい気に入っててあれだったじゃん、落ち着いて。そういうこと？ムカついたんだ俺より下のやつにやられて。そういうこと？そう。まあじゃあちょっとそこもね、どうだかって感じだね。喜べばいいけど、また嫌がっちゃう。ほんと完全にブラッシングが嫌になっちゃったね。今日はじゃあ先に出てきた方から。お、空がすでにスタンバってるけどね。そして爪切りされるとは知らず。はい。もう困った顔するもん、空。空、空。空、頑張れ、空。はい。そうそうそう。そうなってくれるやつ。横になればいい。おい今日は、暴れるね。今日は調子が悪い。空。まあ。空の足ちっちゃいね、すぐ終わる。お、いい子いい子、空いいね、空いいじゃないですか、空くん。ああ、え、サカスくんの方がいいか。ああ、そうだね、もうあげちゃったけど、あれをあげるか。じゃあ ドライクワルか。はい、暴れちゃう空とロゼのために作戦変更です。こちら、ドライクワナ。こちらが、これがあればね、多分空もロゼも爪切りなんて忘れて夢中で多分このクワナハたちは食べてくれますね。はい、じゃあ作戦変更ってことで、ちょっとロゼ、よし、じゃあロゼ、ロゼ、ロゼ、こっち食ってて、こっち、こっち。この作戦でやってきた。はい、そら、はい、そら、はいはいはい、ちょっと近づけて、ちょっと、あー、もうすごいこと。どうだ、何がどうなってんだこれ今。顔を突っ込んで寝転がって。なるほど。おお、いいね。いいのかそれは。そうだ。まだちゃんとローゼの分残しといてよ。なきゃないでもう。いや、本当に夢中で食ってるよ。どう、足は抵抗なくなった？ちょっとな。あ、本当。ローゼがすんごい羨ましそうに見てる。ローゼごめんね、後でやるでな。ローゼまだあるいっぱい。まだ2、3袋ぐらいはあるからね、言うて。あ、言うてまだまだある。もうここ縛っちゃうやつだ、ここ。
大丈夫だと心配してんだもん。ちゃんと残りそうだけど、この感じな、どうせどうせかかとだけなの。あ、頑張れ、そらちょっと我慢すればもうすぐ終わるんだね、そらかかとだけ。あ、もうちょっと近づけるか。はいはい、そらロゼみたいに、はい、いいよ。お、終わった。はい、じゃああとはそらじゃない、ロゼの分ね。えらい食ったね、君。ロゼ、うん、ロゼすごいし、ソラもあげたでしょ、さんざん食べた。はい、ロゼロゼくん連行。はい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 、よしよし、はい、こっちの足からいくで。はい、はいはいはい、はい、これ、はい、ロゼ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 、はい、そらもう食べたでしょ。何、自分はあたかも食べてないかのような顔して。ロゼは枝まで食うか。枝好きだね、ロゼは本当に。逃げた逃げた、あれ、はい、じゃあ反対、もう右手は OK、 右手 OK。 おお、はいはい、ロゼ頑張れ頑張れ、すぐ終わる、ね、すぐ終わる。ロゼ落ち着いてれば桑の葉がこうやってもらえるんだね。なるほど、足がでけえからな、お前。枝枝枝、はい、これ枝。やろうぜやろうぜ、あ、暴れんぼ。ちょっとぐらいやらせてみよう。あと後ろだ、 OK、 あと後ろ、あ、これまま食べさせて。どうせあと後ろだよ、頑張れ。空の食い意地がすごい。どこどりしよう、うん、こんな2匹とも完了。逃げないように。あ、冬だから抜けないな。あ、そっか、冬だから抜けない。ここにしっかり、毛はどんな感じ。あ、ほんとだ、あんま取れない。やっぱ夏になる手前ぐらいが一番。うん、ふふふ、汚い毛が取れたな。ふふふ、あ、気持ちよさそうにしとるじゃん。
や、すごい気持ちよさそうにしてる。かゆいんだ。逆に俺の時はえらい怒ってきたくせに。怖いからね、俺ね。そういうこと。怒られる。変に暴れたら。親分はもうバカにされとる。同じヤギだ、ね。いや、本当にヤギって思ってんのかな。君も俺のことはヤギって思ってんのかい、そら。しっかりと顔が。あ、でもなんだかんだ汚い、汚れた毛が、取れた。なんだその手が引っかかったから取れって言ってるよ、ね、自分で取れるじゃん。あ、いいよ。はい、ちょっと待ってて、次空綺麗になったね。中でやる、すげーな、空は毛めっちゃ取れる、めっちゃ取れる。もよかったね、2匹とも。すごい窮屈だ。ドライフワード大喜び。枯れ葉とはちょっと違うのかな。うん、やっぱ違うみたい、ほんと。やだよ、やだやだ。絶対、超渋いんだよ。ロジはなんかえらいツヤツヤになったな。すごい。ほんとだ。あ、でも空もそうか。うん、言うと空もツヤ出てるよ。うん、かなり綺麗になってる。ほんと。どうぞ。草が生えるまでまだ1、2ヶ月あるけど、それまではこういう枯れ葉とチモシーで辛抱してもらうっていう感じで、もういよいよね、あれだからね、あの枯れた桑の葉すらなくなってきたって、まああるはあるけど、あんなほんともう 土みたいなもんだから、さすがに空もロズも食わないし。はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、今日は終わり、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、じゃあな、空もロゼも本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。